自衛隊のオスプレイ配備計画に反対する住民などが駐屯地の工事を阻止しようと工事現場の出入り口に座り込むなどして抗議行動をしました。佐賀市川添町の佐賀空港付近で進められている自衛隊のオスプレイ配備計画に伴う駐屯地工事、今日は県内外から計画に反対する住民などおよそ30人が集まりました。反対住民たちは上り旗やボードを持って建設現場の出入り口付近で抗議の座り込みを行いました。その間、建設現場に工事車両は入りませんでしたが、抗議行動が終了したおよそ1時間後、工事車両が現場に入り始めたため、残っていた数人が再び抗議の声を上げました。こういうことを繰り返せばかなり止められるということが分かりましたので、今後も継続したいと思っています。反対住民たちは時間を変えるなどして来月以降も抗議行動を続けていくということです。